はい、皆さんこんばんは。第144回の九州ベンチャー大学があります、事務局の会のです、よろしく、お願いします。というわけで今日はですね、カツラですねの通信販売、まあネット販売ですね、ネットショップでなんとですね、今7000万、8000万ぐらいですね、まあ社員、まあ3人ですかね、はい、で売り上げてるウィズっていうですね、宮崎社長、女性社長ですけど、をゲストに迎えました。でちなみにですね、ちなみにというかそうですね、インターネットでなんか物を買ったことがあるっていう方はどれくらいありますかね。はい、またそうですね、意外にまだまだ7割くらい。インターネットで物を売ってる、もしくはインターネットで、まあ、宣伝をして結果としてお店で売ってるとか、まあ、要はネットを使って物を販売、もしくは販売促進をやっているという方はどれぐらいぐらいだと。はい、あ、どうですかね、3割ぐらいという感じですね。で、年間その売り上げが1000万を超えているという方はどれぐらい。まあ、言ってもちょっとね、恥ずかしいというか、まあ、いろいろあるかもしれないですけど、はい、確か楽天とかいろんなところの発表で、月に100万以上ネットで何か売ってるっていうのはまだめったに確かいないんですよね。ね、もうほとんどそんなにまだまだ売れてない。まあ一方ではその例えば福岡で行ったら植木屋さんでですね、年商2億くらいやってるとか、まあもしくは前回のそのゲストでリアルこの福山社長が釣り具の重りとか浮きとかで2億売ってるとかですね。まあそれはすごい、まあそれ双方ですよ。一人で、あとパートのおばちゃんたちやって2億と。まあこれはものすごいんですけど、まあそんな人もいますけど、まあなかなかまだまだですね、ネットはユーザーとして使う人はこう増えているけども、自分で、月100万以上の売ってる人はなかなか少ないという意味でですね、まあカツラという、まあ、ちょっと特殊な分野ですけど、やってるのが宮崎社長です。で、今からまあ1時間ちょっとですね、お話をまあいただきまして、その後質疑応答で第2部としてはここをですね、立食パーティーの場にしますので、ゆっくりですね、皆さんで情報交換をされてください。で、宮崎社長ですけれども、一応1966年生まれということでですね、結構ですね、あまり良くないですね。学歴はいいですね、明治学院大学出てですね、今の KDDI に入って、それから水売り州立大学に留学と、で、帰ってきて福岡の、まあ、小さいインターネットのプロバイダーに、就職をして、その後は、そうか、あ、おばあさんが癌になってですね、まあ、その看病もあるということで、サラリーマン、ウーマンができない、勤務、勤め人ができないということで、自宅で双方の形で、まあ、独立したと。これは1996年と、ですから結構もう前、まあ、9年ぐらい前ですね、ざっと10年前ぐらい。ですけど、まあ、大体4、5年はですね、月収が10万と、もう全然増えないと、まあ、悲惨な時期があったということなんですけれども、まあ、いろいろあってですね。2000年ぐらいからカツラの通信販売、ネット販売ですね、に進出をして、今年商約7000万から8000万ぐらい、自分の給料もしっかり600万ぐらいですかね、年収600万ぐらいで、従業員もちゃんと雇って、まあ一応黒字ですかね、利益が、売上が7000万で利益が確か5000万そこはないですけど、まあしっかりですね、プロジェクト、インタープラス、私の会社は売上去年1500万ぐらいですかね、私の、あ、年収同じですよ、600万だけど赤字が500万ぐらい出ましたねまあめちゃくちゃなんですけど、いくらだったら極めて優秀な、零細ベンチャーですけど、まあ、非常に優秀、個人的には優秀かなと思います。まあ、上見たらですね、気にないですね。今日、昨日発表あった、ここにも前に来ていただいた安屋さんとかですね、もうものすごい400億今年売上げ、経常利益があんまり言うなと言われているけど、どう見ても60億が出てますね。
で、高額所得者で日本一なり、九州一に野心賞になりますけど、あれはちょっと誤解があるとあれなんで、あれですけど、自分の持ち株をですね、ちょっと関連会社に移して、それでちょっと株価が今めちゃくちゃ計算で高いだけ、高くて、まあ情報とっていうか、金は入ってきてないけど、まあ、で、まあ、高額所得に乗ったらしい。まあ、それは、まあ、いい年ですね。というわけで、じゃあ、ですね、宮崎社長ですね、まあ、どうやってですね、今まで、苦労してですね、まあ、今まで、まあ、こうやってきたかと、まあ、それと今後ですね、どうやっていきたいかといったお話を聞こうと思いますので、よろしく、じゃあ、お願いします。皆さん、拍手でお願いします。ウィズの宮崎と申します。人前で話すことにすごい慣れてないので、途中で脱線すると思いますし、本当になんでこんな場に私来てしまったんだろうって今思ってるんですけれども、まずうちの会社すごい小さいんですよ。小さくて自分で言わなければ誰も自らこう探してくれる人はいないと思っているので、機会があったらやっぱり話していくのがやっぱりちっちゃい会社のすることなんじゃないかと思いまして、自分の訓練のために、皆様 の貴重なお時間を使ってちょっと耳汚しになるとは思うんですけれども、ちょっとお聞きください。で、実はですね、96年とか97年ぐらいに、この九州ベンチャー大学実は参加させていただいたことがあります。当たるよ、光が光飛ばしていただいて、その九州ベンチャー大学に参加していただいた時に、96年とか7年ぐらいなんですけど、古本屋さん、あ、古本屋さん、はい、とか、あと神戸さん、神戸さんですか、はい、まあ、父さん破産しました、そうはい、ベストでこれで、はい、参加させていただいたんですが、はい、で、まあ、いつかはここで話すと実は本当に思ってた、思ってます。その時は、まあ、とりあえず独立はしてたんですね。双方で、仕立てっていうか、本当に走ろうかなって言った時ですね。はいはいはい、ちょっと簡単に今の、ウイスのですね、まあ、状況っていうか、はい、最初にちょっと話していただけますか。はい、ですね、まず、カツラってですね、今までカツラを見たことある方っていらっしゃいますか。結構いらっしゃるんですね。周りにですね、カツラを装着してるっていうのを知ってあるか、知ってある方が、はい、おお、結構いらっしゃるんですね。確か、トリカイファージングの社長ですよね。どう見てもね、もう別にいいやみたいな感じで、ね、してましたよね、あの社長。すみません、今手を挙げていただいた方で、その方はカツラをしてるって公言されてますか。公言されてますか。他の方はどうですか。周りの方は公言されてますか。割と公言されない方が、公言しないっていう方が多いんですよ。で、その方ですね、いくらぐらいで買ったの。3万ぐらい。あ、そうです。3万なんかウィークみたいな。あ、ちょっとつけるだけなんですか。まあ、男性とかで本当にこう、まあ、隠すじゃないんですけれども、本気でつけてある方が周りにいらっしゃる方って、うん、まあ一応知ってますね。ある社長ですけど、ここにも来た、まあ、言いますね。あのですね、はい、カツラなんですけれども、実はどんなにいい製品を出していても、それが口コミで伝わるっていうのはないんですよ。ない、うん、そうですね、口コミ
あの本当にいい製品であればあるほどですね、分かる、はい、し、あの自分があのカツラをしているっていうことをなるべく悟られたくないっていうような商品です。口コミがない商品なんですよ、はい、であの大手のアートネイチャーとかアデランスとかいう会社をあの聞いたことあると思うし、あの毎日本当に CM バンバンやってるので見られたじゃないかな、見られたことがある方はほとんどじゃないかなと思います。それこそお笑い系 の, あのクリームシチューとか、そうですね、あのお父ちゃんとか、かわいい矢印線の女の子を使ったりとか、まあ、あのお笑い系でとにかくこう、あの CM を見て、電話をさせて、でその日のうちにあの来てくださいって言って、まあ、あのカウンセラーみたいな人と話してですね、で、3年後あなたどうなるか分かりませんよ、もう本当にあなたやばいですっていうような、な、まあ、脅して見つける、そうですね、はい、そういう感じの売り方を、はいはい、されてますですね、はい、で、そうですね、他に例えば髪のことだったら普通美容室とか美容室に行って、買えばいいじゃないって思われるかもしれないんですけども、例えばですね、美容室に行ってですね、割と親しい、親しくなった美容室なんかある一つで、お客さん、この頃すごい薄くなったね、ちょっとカツラしたらどうですか、うちいいのがあるんですかって言われたらですね、それもお客さんとしてはすごい嫌なことだと思うんですよ、うん、なので、美容室でなかなか広まらなかったっていうような形です、うん、で、だからこそですね、口コミがない、紹介がない、だからこそ大手さんはどんどんバンバン CM をやって、はい、電話をかけさせて、はい、来てもらって契約させる、うん、しかも、値段がですね、大体ですね、うちに来られた方によく言われるのが大体40万から80万なんですね、はい、で一番高い人が1個100万っていう人が話しました、はい、で値段なんですけども、ホームページとか、あと例えばカタログ請求してるんですよ、はい、カタログ送ってきてですね、はい、見てもですね、はい、イメージトーク、こんなに良くなりますよっていうような写真だったり、こんなに生活が変わりますよっていう、イメージ広告があるんですけども、はいはい、実は値段表とか入ってないんですよ、はい、で、値段はですね、その人に合わせるから、来ていただかなければありませんっていうような形でですね、はいはい、で、行きます、はい、で、まあ、何時間かこう、はい、相談してもらって、お客さんの、その脱毛した部分が、この大きさです。で、宣伝に20万からって書いてあるんですけども、20万っていうのは、この大きさなんですよ。だから、お客さんのこの大きさなので、お客さんは50万になります。で、ここに白髪入れたいですか？だから白髪は5万円アップになりますとか、そういう形でですね、どんどんお客さんに合わせてこう、はい、値段が変わって、はい、しかもですね、もういりませんとか、うん、帰ろうとしたお客さん、じゃあお客様だけには、5万円引きますよとか、もう値段が合ってないようなもの、はい、人の顔を見て気が弱そうなお客さんだと特に高く見つけられるっていうような感じの商品。かつ膨大なテレビ CM 費用がこのカツラ代に当然乗っかってるよね、はい、それこそ CM いつのゴールデンタイムだと、はい、
大体番組制作に1時間で1000万ぐらいかかる、はいはい、それを例えば5社なり6社なりでこうスポンサーして、はい、で、まあ、割っていくと、はい、1本の CM が大体20万とか30万、はい、で結局ですね、その CM 料っていうのは誰が払っているかっていうと、はい、結局あの商品を買ったお客さんは、そうね、そう、はい、で、本当に口コミがないっていう、あの、うん、商品の特徴上、はい、もう CM を打つしかなかったっていう形、はいはい、なるほど。私は実は今調査、マーケティング調査用にですね、あんまり言うと怒られるけど、結婚情報サービスはね、登録してるんですよ、独身で、一応で、いやいや、どういう営業を勧誘してくるかなと思って、で、やはりオーネットっていうことですよね、一応登録したの。いや、まあ、すごいですね、その携帯まで変わってきますね、定期的にね。で、ね、値段はやっぱり言わないですね。でも、なんとかこう要はその結婚情報サービスに登録してるっていうのはやっぱり口コミで絶対広がらないですね、広がらないですね、うん、あとはまあ私が前とか仕事でやった美容外科ですね、まあ、韓国アメリカも一部ではもういや私したよとか芸能人で言ってますけど、まだまだやっぱりいや私は実はあの、ね、死亡吸引を取ったのとかね、まあ、あなたも言ったらどうとかやっぱり言わないですね。そういう業界とにかく広告宣伝でやるしかないっていう、まあ、メーカー業界のことね。だから相当なあれがやっぱ値段にね、かぶさってるっていう感じですね。だからその50万なり60万するあの商品のうちのそれこそ、まあ、半分近くが広告宣伝費だったりするようですね、はい、うん、それをウィズの場合は、まあ、結論から言ったら確か14万から18万円でやってるんですね。で、まあ、物は決して落ちないですね。あのですね、実はあの使ってる工場なんですけども、かつて大手の一社で作ってたっていう契約してたような工場なので、はい、まあ、製品自体としては、はい、あの同じものとかになるんですよ。でもそのうちはそのインターネットでやってるっていうことで、はいはい、安く、はいはい、まあ、いわゆるテレビ CM とかそういった金のかかる広告宣伝もせずに、まあ、ネットだけで金かけずに、はい、まあ、やってるので、はい、無駄な経費がかかってないと。そうですね、まあ、だから安いと。そうですね、あとですね、なぜ安くできるかのもう一つの理由なんですけれども、例えば自社店舗を持ってですね、自分のところで人を雇って、自社家賃を払って、便利な場所にあのお店を持ったとすると、その維持費だけでもものすごいかかると思います。はい、例えば展示のど真ん中の、まあ、雑居ビルの中に、はい、そしたらその地代家賃だけで何十万、人を3人雇って何十万、はい、何百万なんですね、はい、それをやっぱりカバーするのはなかなか大変です。はい、なるほど。まあ、いわゆる広告宣伝をやって、でそれ見た人が、まあ、とか電話で話して、でその後は例えばアデランスの専門店の方にも来てもらって、はい、それでカウンセリングを受けて、そこでこう測ったりしてやると、はい、その店舗を、まあ、やっぱり持たないといけないと、その維持費が相当かかる、はい、うん、それをウィズの場合は別な、はい、私どもの場合は、代理店をあの代理店と契約しまして、代理店っていうのは、普通の美容師さんがやってる、あのそれこそあの なるべく小さなお店と契約しまして、はい、まあ、もう普通の散髪屋ですか、はい、散髪屋もしくは美容室ですね、美容室、まあ、美容室か美容室、はいはい、で美容室と契約しまして、で1人お客様をあのサービスしてもらったら、いくという形で1回1回の手数料を払う、はい、そうこうするとあの違い味も払わずに、はい、あのできるっていう、うん、でしかもあのやっぱりですね、あのカツラを買われる方っていうのはプライバシーをすごい気にされます。なるほど。だから例えばいっぱいお客様がいらっしゃる時間に、ね、あのセッティングするともうあのお店にも入れないっていう、うん、
いうようなお客様がほとんどですので、いつやるかっていうとですね、通常 の、 営業時間が終わった後、大体7時過ぎ、もしくは、個室を持っている病室、もしくは休みの日、定休日、まあ、大体月曜日とか多いんですけど、そういうとこ、そういう時間帯で、と約束して、その時間帯だけプライベートの状態で発表するっていう。ああ、なるほどね。そうですか、どうする。ちょっと簡単ですね、宮田さん自身の今までの人生というか、学校出て、KDDI、当時の日本移動通信に5年いたんですね。これは何やってたんですかね、事務から。まあ、事務は事務なんですけど、はい、私が入ったの、実は、私、実はこの会社に第1期生が入ったんです。今はもう 何万人とかそういう規模になってますけど、確かこれトヨタとか日本の交換系でした、ね、の携帯電話屋さんですね、そうです、移動っていうね、そうです、通称当時は、ね、はい、で私が面接に行った時にそれこそ35人ぐらいしかいなくて、はい、社員が全部で35人、それが今や1万人とか2万人、KDDI にもなって合併して、はい、でそれこそ入った時は100人くらいしかいなくて、はい、でこの会社プロパーっていうか早抜きの人がそんな時代全くいなかったんですよ。みんな出向、出向ばっかり、トヨタとかゴールドなどとか、はい、しかも自動車電話って その当時始まった当時は自動車電話だったんですけども、はいはい、自動車電話、携帯電話のことを知ってる人がほとんどいないっていうか、no. もうみんな人並びっていうか、スタート一緒で、で新入社員で入ったとしても結構何でもやらせてもらえて、はい、だからちょっと調べれば、はい、上司の課長とかより全然よく知ってるっていう、うん、状態で、うん、こんなことしたら面白いねとか、こんなサービスがあったら面白いねっていうのを、はいはい、割と何でもやらせてもらえてもらってますよ、はい、はい、でまあ、5年いて、その後アメリカ・ミズーリ州立大学留学で2年行ってますけど、これまた何で？そうですね、はい、私実はいわゆる今、状態として負け犬っていう言われる状態なんですけども、独身子なしなんだっけ、まあ、30以上っていう、はい、そういう状態なんですけども、まあ、こういう状態をまあ、想像できてたっていうか、でとにかく自分で何か、手に職を持つような、そうですね、フリーランスでできるようなことができたらいいなっていうのは、やっぱりその当時はやっぱり会社って結構女性の活躍の場ってそんなに私の会社は本当にいい方だと思うんですけれども、移動通信、はい、それ何年入社ですか？88年、はい、もしかしたら男女こういうのが、あ、そうですね、1期か2期ぐらいの時代、はい、で本当にお坪根さんとか言われるような人はいなかったんですけれども、はい、やっぱりこう会社は男性のものじゃないですけれども、うん、はい、そういうのはすごくあった、はい、まだまだその時代だと思うので、うん、まあ、でやっぱり扱いは本当に女の子っていう感じで、はい、仕事として使うよりもなんかこう純っていうじゃないけども、うん、的な扱いも多かったんですよ。やっぱり大きい、例えば銀行から来られたりとか、はい、トヨタ自動車とか、うん、だから、はい、商社から来られた、はい、だから多分社会って女性が年取ってくると結構厳しいんだろうなと思って、うん、でまあそれに対して用意しとかなきゃいけないなと思って、それで留学行った、そうです、ね、ああそうですか、なるほど、で
で帰ってきて福岡の弱小プロバイダー会社に2年いたっていう、はい、これ仕事としてはこれインターネットのプロバイダー、はい、システム開発かな。いや、実はそのアメリカに行った時にですね、その94年とかだったんですけれども、はい、94年ってまあ、Windows 95が出たのが94年なんですけど、はい、94年って割とアメリカでインターネットが普及し始めたぐらいの年だったんですよ、うん、で、その大学に入ってる時に94年です94年3年4年くらい3年4年頃アメリカではインターネットが結構、はい、普及を始めた、はい、で、はい、なんか授業中にイメールアドレスを配られて、うん、で図書館 の、はい、コンピュータ室みたいなので、はい、公開でインターネットが見れるような、なるほど、だったような状態なんです。日本だとニフティーサーブとかは、そうですね、まだパソコン通信ですけど、はい、私もやってました、はい、なるほど。で、そのくらいの時期でですね、はい、でその頃アメリカにいると日本の情報全然取れないんですけどもう雑誌もなければ何の情報もないっていう感じで、で、ある日そのインターネットの、うん、触る機会があって、うん、で、検索したら日本の情報すごい出てきたんですよ。ただまだその時で別にアメリカで見てるので日本語読めないんですけども、その当時ですね、画像して文字を書いて貼ってあったりでした。はい、するような形だったら日本語はこう読めて海外に行く人向けに作ったようなページとかあってですね、はいはい、で、これはすごいなって、はい、インターネットを見て思いました、うん、で、その時は別にインターネットを仕事にしようとは思ってなかったんですけれども、はいはい、前は移動通信で通信の会社、うん、通信の会社なので、はい、インターネットもやっぱり通信で、はい、で、まあ英語が使えるかなと思って、はい、インターネットプロバイダーに応募して、それが94年ぐらい？いや、帰ってきたのが94年の終わりですね、はいはい、で、プロバイダーに勤め出した時はまだ、Windows 95とかが出てない時代だったので、うん、はい、その時はまだインターネットにつなぐっていうのはつながれなかったんですよ。その頃はまだオタクしかないし、今だったら割ともうちょっとした設定ですぐつながるんですけれども、はいはい、その当時はまだモデム使ってて、はい、モデムの相性が悪いとか言ってですね、はい、結構つなぐので、はい、そういうサポートの仕事です、はい、なるほど、はい、で、まあ、おばさんのそのがんの、まあ、看病もあったんで、とりあえず96年に自宅で双方で独立と、はいはい、そうですね、96年、なるほど。で、とりあえずは、まあ、いろんな人の会社のホームページを、はい、まあ、制作する制作業で独立をした、はい、ね、ですけど全然食えなかった、はい、滑り出しは良かったんですよ、はい、やっぱりこういう交流、異業種交流会みたいなのに関して、はい、で、そこで出会った方が、はい、元コンサルタントの方で、はいはい、その方はもう引退されてたんですけれども、はい、今頑張ってるね、うん、そしたら仕事を紹介してあげようかっていう形で、はい、他にアプラビドさんって、アプラビド、パソコンショップあると思うんですけど、はいはい、あそこ のホームページ、まだその当時ネットショップなかったんですよ、はい、で、ネットショップを立ち上げるのに、じゃあ一緒に立ち上げるのを手伝ってくれるかっていう形で、はいはい、で、当時ネットショップ、ごめんなさい、パソコンショップだったんですけども、皆さん売ることはたけてたんですけども、全然使えないというか、で、そのパソコンショップ、あ、ごめんなさい、ネットショップを立ち上げるっていう仕事、アパレルのネットショップを、それが97年、97年くらいなんですね、はい、ちょうど97年、1997年の確か2月に楽天ができたんじゃないですか、確かですね、はい、
で、ちょうどその頃、長島はペンシルっていう地元の会社でやって、メンタルの服屋さんで、ね、紹介して、服屋さんがホームページを作ったのが、やはり97年の1月だったんですよね。うん、まあ、まだまだね、あの、もう誰もそんなやってない時代でしたね。はい、で、ずっと4年ぐらい、定期月賞10万ぐらい。まあ、自宅だからとりあえずは増えたけど、そうですね、はい、実家ですね、はい、自分でですね、いつかはこう自分でやりたいと思ってたので、はい、じゃあ成功報酬にしてくださいって言ったんですよ、はいはい、成功報酬だとなんかこう化ければすごいかなと思って、はい、たんですけど、ホームページ作ってお客さんの売上が上がって、はい、利益が上がったら、その例えば利益が上がった分の例えば2割ぐらいの成功してください、はい、まあ、部外セールスみたいな感じで、はい、で、まあ、始めれば本当にもう月3万とか5万ぐらいで、はい、でもいっぱい作らなきゃいけないので、もう本当に時給100円ぐらいの感じで、換算すると時給100円ぐらいになっちゃう、はい、で、どん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 こう、まあ、ある程度売れるようになってきたら、売れるようになってきたんですよ、はい、で、その時にですね、うん、ちょっと私一個失敗しましてですね、はい、情報漏洩をしてしまったんですよ。情報漏洩っていうのは、はい、まあ、お客様に流すメーリングリストに、はい、ご購入された、はい、お客様の情報、はい、住所と電話番号と名前が入ったものを間違って流してしまった、うん、間違ってね、まあ、よくある、はい、保険分譲流出、まあ、そういうことがあって、はい、で、もういらないよって、あ、解除、クビと、契約解除、なるほど、はい、で、それからまたその頃はもう98年とかなってたんですけども、はいはい、その頃ですね、ホームページ、例えば95年くらいだと、ホームページ作れる人が少なかったし、うん、はい、ホームページ作れるっていうだけで、はい、例えば会社案内とかのホームページ作成代行の仕事を取れてたんですけれども、うん、ホームページって誰でも作れるじゃないっていうような風潮で、うん、ホームページ作る単価は下がる、うん、その割には、はい、ここ直してここ直してっていう感じで、はい、もうキリがないっていう感じ、うん、はいはい、でですね、本当にもうやってもやってもお金にはならなくて、うん、っていうのがもう2年ぐらい。あ、なるほどね。そうすか、そうすか、はい、で、まあ、2000年ぐらいからその桂半台にこう移っていくわけですけど、これきっかけは何だったんだろうね。そうですね、本当にその食べれない時代がずっと、はい、続いて、もう何をしてもいいっていうか、何してもいい、まあ、もう何の仕事でもとにかくお金がどれくらい困ってるか、私はその金融機関に借りに行ったとかはないんですけど、まあ、そこまでは分かる、はい、けどもやっぱりこう例えばIT を移動の時代とかはやっぱりこう割と給料いいんですよ。移動の時代だと、はい、はい、若い人にしては割と良かったし、あと福利厚生とかも結構はい、マンション、はい、借りてくれててとかいうので割と恵まれてたんですけれども、はいはい、なんかそれに比べると本当に食べれないし、うん、結構人も、人なんか家でブラブラしてるみたいよみたいなことを、うん、まあ、周りの人にも言われるし、うん、何してるかわからないっていうようなことを、まあ、言われて、うん、やっぱり本当に情けない状態なんですよ、うん、まあ、ほとんど、なんていうか、まあ、失業者みたいな、そうですね、独立だしだけど、まあ、パラサイトみたいなことで言われるし、はい、本当にちょっと情けないです。なるほどね。なるほどね。で、まあ、天気がさ、そうですね、何がきっかけで。でですね、はい、そういう状態の時にですね、アイモードがちょうど99年くらいだと思うんですけども、はい、
出てきてですね、もう仕事にならないけれども、なんかああいうもののシス、グリーティングカードなんですけれども、アイモードのそうです、ね、グリーティングカードって分かられますかね、お祝いかなんか、はい、例えば誕生日おめでとうとか絵付きで来るようなメールで、はい、それパソコンではあったんですけれども、アイモードの出たてだったのでですね、それで、グリーティングカードをやってる人は誰もいなかったんですよ、はい、で、まだまだ自分でホームページ、アイモードのホームページ持ってる人が少なくてですね、それでそういうシステムをもうこれをお金にも何もならない、ならないって分かってたけれども、もう自分の趣味で作るっていうようなものがすごくピッとしたっていうか、そうそう、携帯を使ったグリーティングカードの、まあ、そう、ヒットしたっていうのはお金になったっていうわけではなくて、もうアクセス数がすごかったんですよ。というのはもう i モード自体がまだ出たてで、そういう見に行くページがなかったからですね。あ、はい、あ、そういうソフトを作ってホームページ上に貼り付けて、そうです、まあ、要は誰でも無料 で, 無料でやもうダウンロード使ってくださいというふうにしたんです。そうです、ね、はい、それと、i モード用の出会い系のページを作って、うん、ものすごいヒットしてですね、でこれはいけるかな、アイモードの出会いのサイトを作った、はい、そ、自分の運命、そうです、そうです、お、そしたら本当にもう毎日何百人とか何千人って来るような感じになってですね、はいはい、でこれはそれ趣味で、はい、無料、無料で、あ、無料でネットの出会い系サイトを作ったの、はい、無料でね。その時はまだ出会い系サイトが本当に多分日本に3、4個しかなかったと思うんですよ。2000年ぐらい、そうですね、出たての時ですね。うん、あ、私よくやってました。あ、はい、結婚式の話してるね、はい、それで、じゃあこういうことをやってるんだっていうのを言うと、はい、自分個人ではいけないんですけども、はい、電通の人に、はい、他の会社経由で、うん、持って行ってくれて、うん、でこれはなんかアイモードの公式サイトでできるよっていう感じで、はいはい、になりまして、はい、で、結局でもそれお金になったのは100万くらいにしかならなかったんですけども、いや、グリーティングのシステムが i モードに一応採用され、はい、用されたで100万くらい、まあ、開発費っていうか、はい、もらった、はい、なるほど、はい、で、そういう実績ができたので、はい、その頃にですね、はい、そこの岩田屋のところを、はい、岩田屋潰れ、はい、まあ、それで鈴木学園、はい、鈴木学園っていうのは、はい、岩田屋が跡地開発っていう形になったんですけども、はいはい、その時にですね、なんか起業家募集っていうような、はいはい、ベンチャー、インキュベーション施設として、ね、入るベンチャーを募集します、はい、起業家募集します、はい、あれに応募しまして、はい、でその時は、うん、それこそ何日間かで考えたような、うん、はい、観光総裁用の、はい、観光総裁のギフトサイトを運営しますっていうような企画で出すと、はい、それまでに小さな実績なんですけど、そのアイモードのサイトを作りましたっていう実績があって、はい、まあアイモードの本編にその頃いっぱい出てたんですけども、うん、そういうのにいっぱい取り上げられてたんですよ、はい、だからそれを持っていったら割とすんなりとか、あ、入居していいですよ、はい、まあ、一応審査通ったんですね。そうですね、はい、なるほど、うん、で、それから入ったんですけども、ただ一人では何もできないんですよ、うん、
インキュベーション施設っていうのはそれこそ何でやってるかっていうと、はい、まあその中で一社でもあのすごい儲けることができて、うん、で、株式公開してその利益をこう還元してもらおうっていう形で考えて、はいはい、あのやってあるんですけれども、運営側としてはね、はい、まあ、もとりあえず何十社か入れて、もう大半ダメでも一社上場したらその、まあ、出資をしてその儲けで増えればいいやという考えでやってた、はいはい、でもですね、一人じゃ何もできないんですよ、はい、で私は自分で食べていかなければならないんですけども、別にそれお金を一銭ももらったわけじゃなくて、ただ場所を貸しますよっていう形でですね、はい、うん、で東京からすごいこう高いあの偉そうなコンサルタントの方が来られてですね、はい、うん、はい、でじゃ あの月2回ぐらい面談しますよって言われて、まあ、今指導をコンサルタントしますよと、はい、ね、でその指導の内容っていうのが、はい、あなたはじゃあ何したいんですか、はい、あの観光総裁サービスですか、うん、そしたら観光総裁はあの1年間で何件をあの行われてるか知ってますか、うん、でそのじゃあ何どのぐらいですね、じゃあこの半分を取るような計画を立ててくださいって言われて、それ一人でやってるのに、うん、そんな、あのそんなこと言われても全くものすごい現実味もないっていう、うん、で計画ばっかりさせられて、うん、でもこう暮らしていくものはこうお金くれるわけでも何でもないですし、はい、で、もう行き詰まって、うん、でもそのここそこにいるためには、はい、やっぱり何かをしていかなきゃいけないんですよ、はい、うん、で、それこそあのソフトを、まあ、少しは作っていこうと思って、はい、まあ、学生に行って、私も本当にもともとお金がなかった上に、はい、何十万かこう本当に、うん、先のものを見越して、はい、頼んでっていうことで、そこで200万とか出ていく、うん、うん、貯蓄もないので、はい、本当にその2001年ぐらいだったんですけど、はい、ちょうどあのインターネットバブルが、はい、の一番ピークぐらいの2001年ぐらいだったんですけど、はい、その時に、いろいろ本当にいらないソフトを作って全くお金がなくなったっていう感じで、といってその時点で、はい、その官房総裁 の、うん、あのサイトは全く それこそもうこんな計画なので、はい、もう具体化も全くしないんですよ、はい、でその時に、うん、あなたはもうダメですね、出てって言われた。ああ、そのインキュベーション施設の方から、はい、なるほど、追い出された、なるほどね、はい、うまくいかない、はい、はい、で、そのような時に、はい、ちょうどまた異業種交流会が、はい、その八丁目で行われてたので、はい、そこでたまたま会った、はい、男性がいたんですけど、うん、その人がカツラだったんですよ、はい、で、その人と話してるとですね、はい、カツラ、まあ、その時はですね、その人がカツラとは全然知らなかったんですけども、カツラっていくらぐらいするか知ってるっていう話から始まってですね、で、私は実はその時言われたように3万ぐらいだと思ってたんですよ、はい、で、聞いてみると、うん、あの僕もあのその時は言われなかったんですけど、はい、60万ぐらいするんだっていう話で、うん、で、カツラをあの みんな探してるんだよっていうのを聞きます。でも、カツラってですね、ちょっとすみません、先ほど言い忘れたんですけど、消耗品なんですよ。だいたい3年くらいで使えなくなってしまうんですよ。うん、で、一回つけると、もうなかなか外せないっていう、うん、ある一つでまた、あの脱毛した状態で、うん、あの会社に行けないけど、うん、でも一回つけ始めたらなかなか抜けれないし、維持費がそれこそ
何十万とかかかって、うん、3年ごとに、まあ、50万なり100万なり、はい、150万、うん、これは2個3個一緒に買えばられるからなんですけども、で私どもに来られた人はですね、今までそれこそベンツ買えるほどお金使いましたとかですね、ベンツどころかフェラーリ買えるほどお金使いましたとか、まあ、1000万でこちら使ってる、本当にいらっしゃるんですよ、はい、でそういう状況なので、うん、カツラをあのネットで売り出したら、うん、あの売れるんじゃないっていう、あでこの、まあ、ご業種これであった人から、はい、まあ、言われた、はい、なるほど、うん、で、まあ、その頃本当に私カツラとか縁がなかった、はい、ですけれども、うん、まあ本当にもう何でもよかった。なるほど。もうまあなんかあの食べれるようなものならもう何でもよくて。もう独立してそうで、はい、それでもダメで、はい、でその岩田屋のインキュベーション施設入ったけども、あのちょうど出て行けって言われて、出せなくて追い出されて、もう給料もなんでもいい。なるほど。はい。でそこで始めたのが。はい、で元々その、ホームページは自分で作れるので、それでですね、ごめんなさい、それとその人がですね、一人あの利用者さんでを知ってて、その人がこちらを扱ってるから、はい、あの紹介しようかっていう、利用者さんを紹介するよ、はい、っていうのを言われてですね、はい、で、まあ、その方は、大阪の方だったんですけれども、メールで連絡を取って、大阪の利用者さん、利用者さん、はい、でたまたまその方は、地元でぼちぼちカツラを売ってある方だった、利用者、はい、はい、利用者でですね、うん、年間それこそ 2,3 個売ってる、うん、ただしその人はすごくあの好奇心が強くて、はい、カツラってどこで作られてるかっていうのを自分で調べてですね、はいはい、その頃は中国だったんですけども、うん、中国までこう通訳やって、はい、探しに行ったことがすごい、うん、行動的なので、お中国のカツラの、はい、現地の工場まで見に行ったりしてた人、利用者さん、はい、はい、ね、でその方にメールで連絡を取って、で、じゃあ私はインターネットのホームページを作れることができます、うん、はい、っていうので、うん、じゃあその方と一緒に始めるっていう話になりまして、何もカツラのことを知らないのに始めました、はい、あ、それがいつですか？それが、2000年ですね。2000年、はい、なるほど、そうですか。では、まあ、今だいたい年商7000万ぐらい、初年度とか2年度3年度どんな感じでしょう？そうですね、まずホームページ作ってですね、1週間目で、すみません、私も15万で売ってるんですけども、はい、15万のこちらはホームページの今よりも全然少ない情報量なんですけれども、うん、15万のこちらが売れたんです。1週間で、ホームページ作って、はい、ほとんど誰もまだ検索にもそんな引っかかるようなものじゃなかったんですけども、はい、うん、ものすごい探して来られたんだと思うんですよ、はい、どうやって来られたかしらなんですけども、はい、でこれもしかしたらこれはいけるかもしれないなと思って、はい、で、このまんまじゃそれでも誰も来れないなって、ここまでたどり着けないなと思いまして、はい、情報量も増やしました。ホームページの情報量を増やした、はい、それまでのホームページ、それまでのホームページというか他社の大手さんのホームページは、はい、イメージ広告しかなかったんですけれども、はい、私どもはなんでこんな安くできるかとか、はい、中国で作られてますよとか、はい、もうあんまり今まで消費者が知らなかったようなことを何でも正直に書いて、なるほど、はい、そうすると、それでも2ヶ月目で3個とか、はい、4個とか、うん、それでも50万ぐらい売り上げていった。それでも50万売れただけでもすごいんですよ、私としては。今10万とかの世界って言ってきたので、はいはい、で、あ、これは真剣に
なあ、そうですか。で、まあ、今はですね、あんまり言えるのかな、粗利ってどの半分ぐらいあるの、美容さんとも分け合わないといけない。カツラ自体は、それこそですね、反対に、あの大手さん40万とか60万とか80万1個取られてるんですけど、はい、うち15万なんですよ、うん、15万で利益が出るんですよ、まあ、とりあえずは、っていうことは、いくら、あのいかにこう大手さんが高く取ってるか、うん、なるほど、はいはい、で、先ほどあの代理店、うん、美容室利用数を代理店にして手数料で払ってるって言って、うん、うちが払ってる手数料は、はい、結構高いと思います、うん、2回でやって、大体、あんまり少しくらいですが、うん、5万ぐらい。おー、なんそうですか。大体今美容師さん、ってですね、はい、1人当たりの単価、お客様を受ける単価でですね、うん、大体5000円とか、まあ、あの美容師だとですね、カットして、カラーリングとかするから、はい、もう一緒にする方がいらっしゃるので、はい、もうちょっと5000円とか5500円ぐらいになるんですけども、はい、うん、美容師さんは、その散歩の場合というか、利用の場合、はい、でも私もそのまあ大体その単価の5倍ぐらいは払ってるのでですね、美容師さんすごいあの喜んでもらえるし、一生懸命やってもらえるんですよ。あとですね、普通やっててお客さんそこまで本当にこの髪してくれてよかったっていうのはそんなに感謝されないけれども。お客さんって本当に感謝されるというか、はい、喜ばれるっていうので、うん、美容師さん、は本当に喜んでやって、今の構造としてはあの、まあ、ホームページを見たそのお客さん、はい、お客さんがこうホームページ見てで、あのやり取りをメールでするとか、はい、やり取りやって、まあ、気に入ったなと思ったら、はい、その提携のお店ですよね、はい、全国のに行くんですよね、まあ、ここやり取りしてで型を取って、はい、お店で、はい、お客様を募集っていうか、集客してお客様をお店に行ってもらうのが私の仕事ですので、はい、うん、でお店にはこう お客様を取ってもらおうとは全く思ってないです、はい、そこでは本当に満足のいけるサービスをやってほしい。で、カツラなんですけど2回必ず来ていただく必要があるんですよ、はい、1回目はその肩を頭のサイズを測って、はい、肩を取る、これ肩を取るというのはサランダップとですね、はい、セロハンテープではい、それが1回目、それと髪型をどうしたいかという相談をしたりするのが1回目です、はい、で、約、50日ぐらいかけて、50日、はい、かけて、まあ、工場の方で作ると、はいはい、海外の工場で作ります、はいはい、全部手植えですね、手作業、中国で、はい、中国と、まあ、もう一つインドネシアで、あ、そうですか、手作業、中国インドネシア、はい、で、出来上がってまた返してもらって、そのでこのウィズの方で、いろいろチェックして、はい、でまたお店に送ります、はい、でお店に送った時と同時にお客様に連絡して、はい、また来ていただいて、はい、でフィッティングする、フィットつける、はい、このお店っていうのは今日本全国になんかあるんですか、福岡じゃなくて、東京、大阪、名古屋と、はい、仙台と、はい、香川、はい、広島、はい、で、福
福岡もちろん。あ、福岡、はい。と、ね、鹿児島。あ、鹿児島、はい。って感じで12カ所です。え？12カ所です。あ、12カ所。はい。あ、北海道はまだ。北海道ね。あ、じゃあ北海道のお客さんがネット見て、いや、いたい、あ、したいよと。たらまあ、例えば仙台とか東京に。そうですね。定期で。あの、飛行機で、来られるお客さんもいらっしゃるんですよ。なるほど。沖縄から福岡に来られたりとかですね、うん、あの北海道からは東京に来られたりとかされることが割とあるんですよ。これ結局はですね、ウィズは14万から18万、はい、で同じものが大手は40から100万ぐらいですね。これ飛行機使ってももう全然安いと。なるほど、はい。人口に比例して、あの関東圏とかあの関西とか、やっぱり大人口が多いところで売れる、はい、ます。だから、東海も東京、はい、東京の方が売れる、はい、やっぱり。なるほどね、関西が多いからですね。で、私も一部このビデオなんか売ってるから、いろいろ聞きたいんですけど、売り上げ増え、ネット上での売り上げアクセスとか売り上げ増やすためにどんなことをやってますか？やっぱり一番うちのことを知っていただくのはあの検索ですね。検索、はい。一番重要なのはやっぱり Yahoo だと思ってますし、はい、2番目は Google です。はい、うん、なんか検索対策は知ってます。はい、カツラって引いていただいたら、はい、ヤフーだったら3番目とかに出てきますし、おお、そうですか、はい、グーグルでも2、3番目、はい、おお、カツラもあのひらがなもあれば、カタカナもあれば、ね、はい、カタカナ、はい、うん、それぞれでもう1ページ目の上の方に出てくるようにいろいろやってると、はい、おお、それはまあ、なんか、そう、まあ、いや、SEO っていうんですよ。そうですね、SEO、うん、これはまあ、ホームページで、まあ、こういったキーワードとか、いろんなやつをこう表とか裏にたくさんこうなんかやるとかいう。そうですね、裏にはやってないですけど、はい、はい、まあ、こういうふうにやるモードが、ね、まあ、あるんですかね、はい、それをやってると、はい、それと、そうですね、アフィリエイト、はい、よくあのリンク踏んでくると、そのリンクを貼ってくれてるところに、あ、すみません、リンク貼ってくれてるところをあらかじめ登録しておいて、この ID を持ったリンクから来た人を、まあ、今ネット上のその、ネット上の紹介システムですね、クイズの、まあ、代理店じゃないけど、ね、まあ、代わりにこう宣伝を、そうですね、宣伝パートナーですね、はい、人をたくさんこう作ってるんですね、はい、これどれぐらい作ってるんですか？作ってるんですか？でも大したことないですね。あの、というのはやっぱりカツラとか育毛とかそういうサイトを持ってる人しかやっぱあんまり説得力がないかなと思ってるので、そこから来られるかどうか、はい、まあ、こういう代理店のネットで、まあ、ウィズのホームページのリンクを、まあ、貼ってもらうというのが、まあ、10とか20とかもっとですね、ですね、いると、はい、お客様がかなり協力なんか、今まで本当にもうぼったくられてじゃないですけど、はい、苦しめられてきたので、おお、そうですか、はい、あのお客様が割とあの紹介してもらう、紹介してくれるっていうのは面と向かって紹介するんではなくて、はい、ネット上に掲示板とかに割と良かったよっていうのを書いてもらっていただいて、はい、で匿名でお客さんが、そうですね、あの日本の面と向かったあの紹介っていうのはカツラの特性上ないんですけれども、はい、ネットって自分の顔を隠せるし、自分の名前を隠せるし、はい、素性を隠せるのがですね、うん、良かったっていう、はい、私の方が良かったっていうので、これは別にお願いしてるわけじゃないんですけれども、うん、書いていただいて、はい、なるほどね、そうですか。メールマガジンとかは出してないんですか？メールマガジン、今年になって
ちょっと出さなきゃいけないなっていう、去年いつも出さなかった。今ではもう出してない、特に。ほとんど出してないけど、まあ、月々500万以上は、まあ、売り上げが上がってるという感じだね。こうカツラの業界でそのそれなりの品質のものをこれだけの安い価格で売ってるところってのは他はあまりない。これは褒められていいと思うんですが、単価が下がってきたと思うんです。大手は別なんですけども、やっぱりあの中小でいっぱいゴロゴロあるんですけども、そういうとこは大手が40万から80万で売ってたので、うちは35万から何十万っていうぐらいの30万ぐらいで売ってたところが私どものぐらいの値段になってきてるっていうのは、はい、で業界の値段が割とウィズが出たことで下がってきてる、まあ、だから反対に恨まれてると思うんですけど、大手からもしかしたら、まあ、具体的に言ったらアデランスとかアートネイチャーから刺されるかもしれないそのうちもしかしたらなるほどね、そうすか、そうすか。はい、なんかご質問なんでも構わないですけど、貯金どれぐらいになりました？あ、どうぞどうぞ。あ、ちょうど今ですね、あの値段の話で最後お伝えしたんですけど、今話されてることをきっかけでは、今もそのウィズさんが価格競争のあの先駆けになったっていう印象なんですよね。でこれから先ずっといくと、今度は価格競争が小さい会社であればあるほど苦しくなるんじゃないかっていう、そういうふうに考えられたらいいと思います。価格競争をしたくないなと思ってるんですよ。あの価格競争っていうか低価格路線でやれるっていうのは大手っていうか体力があるところしかできないと思うので、価格を極端に下げていくっていうことは全く考えてないです。で、それよりは質を上げていく、満足するあのサービスをやっていて、たとえ売上がこれ以上上がらなくても、質を上げていくっていうふうなもので変えていくつもりです。この検索でやったらこう出るようにするっていうのはこうなんか仕事でもできるんですか？できない？いや、できると思います。やっぱりあの SEO って言われる本を買ってですね、やっぱちょっとしたやっぱテクニックっていうのはありますし、それや忠実にやっていけば、まあ、本屋にいたらたくさん今出てますね、はい、SEO だったら検索で上位出てくるかとか、まあ、ネットでもね、そんなの売ったりします。はい、一度買ってくれたお客さんに対してどのようなアフターフローというか、どんなことをされてますか？教えてください。あ、まあ、いわゆるランジスタでいう、まあ、顧客戦略ですね。リピート、固定客さんを増やすために何かやってますか？ほとんど何もやってない。ほったらかし。そうですね、だからこれがいけないと思ってですね、実はあの今年になってアンケート調査をやって、あのどういうところに不満があるか、はい、もしくはどういうところが良かったかっていうのをやっとちょっと調査始めて、はい、でちょっとあの心を入れ替えてやろうと言いまして、実はあのやサービス終わった後にですね、はい、ありがとうございましたメールも出してないぐらい。なるほどね。なのでちょっと強気あの今年はちょっと心を入れ替えてそれからやっていこうと思います。そう、しかしそれやるだけで倍ぐらいすぐなるかもしれないね。もしかしたら、なるほどね。前回のギアラボのあの釣具の通販の、ね、単価をもっと低くね、3000円ぐらいでしたけど、あの社長なんかは確か7回8回でしたね。メールオートメール出して、あと手書きのメール出してやり取りやって、最後は絵はがき、絵手紙、絵を描いた、まあ、ハート舞台使ったね、まあ、やったら確か何割か頼んだと言ってましたね、うん、はい、他に何でも、はい、
とかインドネシアの方でカズラを依頼されているということなんですが、最初やはり注文するときは、まあ、私素人的な考えでは大量注文しないと、まあ、工場が作ってくれないんじゃないかとかいう疑問があるんですが、最初どういう工場からその中国とかインドネシアで作られるようになったんでしょうか。実はその一番初めは知り合いの美容師さんが、知り合いというか一緒に始めた美容師さんが知ってた工場で取引を始めることができたんですけれども、やっぱりですね、一つの工場だと、そこを頼らなきゃいけないし、悪いものを作られてももうここしかないと思ったら文句も言えないっていう状況だったんですよ。でそれはいけないなと思ってですね、実はインターネット、Google を使って、他の工場を探してメールを出して、うちの製品作ってくれませんかっていうので、持ちかけました。で今ですね、やっぱりどこの会社もですね、売上を伸ばしたいんですよ。取引始めれるもんだったら、相手がそんなに変ってお金さえ払ってくれるんだったら取引してくれるとか世界中いっぱいあると思います。で私どもの製品っていうのはオーダーメイドなので、大量に注文しなくていいんですよ。試作で、10個なり20個なり試作を何個も重ねて、これならお客様にお出しできるものができるなってなった時に、この本格的に取り仕事を始めまして、だから、まとめて何個以上作らなきゃいけないというのはなかったです。ありがとうございました。はい、ですね、最初ホームページ出しますね、だからアクセスがあってお客さんが増えてくると、その時にその店の代理店をそのどういうふうにこう兼ね合いで進めていくかと、最初からその代理店をバーッともう日本国中作れば便利じゃないかと思うけど、その費用もかかるし、その辺の兼ね合いをどんなふうにしてこう進めていくかとか、そういうことをちょっと知りたいです。代理店を見つけたのもですね、ホームページをチェックして、私ホームページはですね、ホームページ作った人の考え方が出ると思ってるんですよ。やっぱり例えば美容室でもただ単にスタイルがあってお値段を書いてるようなページはやっぱりすぐクリックして他のページに行って、その店長さんの考えが出てるようなページを見つけまして、この人だったらこう一緒にやってもいいかな、声かけてもいいかなって思う人をまずピックアップしてですね、で、メール出して、返事を戻ってきた人に今度電話して、次は熟成さんっていう形で代理店は作っていきました。で、それこそランチェスターじゃないんですけども、ちっちゃな会社は大手さんと違って代理店ボーンといっぱい作ってやっても、特にうちなんか3人しかいないので、とても代理店の管理できないと思います。なので、少しずつ増やしていくので、自分たちの力を及ぶ範囲で代理店を増やしていくという考えで少しずつやります。ただしやっていくうちにやっぱり大都市が売れるんだ、やっぱり便利な場所にないとダメなんだ、店長さんはやっぱり倫理観があって技術があって、こういうものがないとダメなんだっていうのはやっていくうちにどんどん分かってくるので、ダメだと思ったらその時点でごめんなさいって言って代理店契約を解消したりとかしていく必要があると思います。はい、他に何でもいいですよ。なんかあれですよね、そのある意味では、まあ、私美容外科の精神病院からのちょっと広告の仕事を5年ぐらいやってたから、
聞いた時に、まあ、ピンときたんですけど、こういうその一般消費者の足元を見てぼったくりっていうか、その何ていうかですね、まあ今、チャンスがあるんですね、ベンチャーこれからやる人間にもチャンスがあるような業界の一つですよね、こういう、まあ、ブラックなグレーな部分がまだまだあるようなところっていうのはチャンスだとね、ありますよね、うん、他なんかないですかね、こうカスラ以外でこういった、まあいろいろあるでしょうね。いや、私も探してる、でもこれは結構、ね、いいですよね、そのある意味ではちょっと変わってるっていうか、ホームページでこう告知をやって、実際このリアルの店舗、その全国で提携しているあのところにも来てもらってっていうですね、なんていうかネットとその並べてが一緒になってる。でかつその普通だったらそので自分で直営店を広げないとダメなんじゃないかっていうところをこう、まあ、うまくこの提携してですね、店をこう作って、まああれでは利益を切迫するような仕組みですかね。東京にですね、あの金森っていう悪徳行政書士がいるんですね。知ってる方いますね。はい、彼も、まあ、ネットを使うのがすごくうまくてですね、ネットで行政書士とか離婚の相談とかいろんな仕事を受けて、で全国 の, その手下の行政書士、まあ、やっぱ相談はリアルで会わないといけないね。ネットで集めたやつをお客さん、てめえらほら紹介するでみたいな。でまあ、10万もらったら上納金5万お前払えないみたいなね、わははみたいな、おそらくこいつねダメになると思うんですけどまあそれは嘘やけどまあ彼がなんとかスイッチングボードをなんとかしですね、なんか忘れたけど、まあ要はネット、あの地方ではなかなかそのお客を見つけるネットで弱いとか、もう見つけることが弱い人がこういると、でその代わりに俺がネットで集客をして、で、アナログで、ね、まあね、紹介してやりました。まあ、同じだなってさっきね、聞きながら思ったんですけど、やっぱり15万っていうお金をですね、会うまでに先に振り込むっていうのはすごい抵抗がある。あ、先払いなんですか。はい、先払いなんです。おー、強気だね。お礼金も出さんし、何もしないしなるほど、いい、そういう商売もしてみたいですね。それってですね、やっぱりこう会ってお会いして、この人ならこう任せれるなと思った時点で、あの、カタログをして、はい、お金も支払っていただくっていうので、全くあの決済とか、よくあの決済方法があの何にしますかとかよく聞かれるんですけれども、はい、それが全く関係なく現金の受け渡しなんですよ。現金の、ごめんなさい、お金を払っていただくのは、はい、お店で現金を払って、お店に来てもらった時に、はい、ああなるほどね、うん、ああそっか、来てもらって型取りもしますよと、じゃあカツラ作りました、型取りの最初の1回目の時点でも払ってもらった。なるほどね、はい、であとは出来上がった後来てもらう。なるほどね、はい、まあ一括払いと分割払いっていうので作ってるんですけど、一括払いっていうのはその15万っていうお金を1回目来た時に払ってもらう。で、分割払いっていうのは、1回目来てもらった時に、まあ、大体半額ぐらいを払っていただいて、2回目に残りの金額を払っていただく。でも、分割払いにしたら5000円高くなるようにこうシステムにしてるんですよ。そうすると結構あの信用してもらうと、もう一括払いで5000円安くなるからっていうので先に払っていただけるので、そうするとリスクがすごい減るっていうか、あの型取りはしてこちらは作ったけれども取りに来ないという人が少なくなるし、お金を回収する心配がなくて。なるほど。はい、他に何か、何でも構わないですか。こうホームページ、ネットとかでその、なんていうか、そうですね、まあ、ホリエモンちゃんなんかはですね、もうまだまだこれからも山ほど可能性があるんだって言ってますけど、それはどうですか、やっぱ
ネット使ってもっとこう売り上げ上げるられるような商品サービスとか、もしくは既存のあれで可能性ありますかね。多分あの世の中いくらでも本当可能性はあると思いますし、うん、はい、ただ私は結構あまりにもこう今まで苦しんできた人をいっぱいあのメール交換してて、今まで本当にフェラーリ買えるほどマネスカー使ってきましたって、こちらのお客さんで苦しんできた人をたくさん、はいはいはい、そういう人を見てきたので、はい、なんか自分がものすごい儲けて、はい、あのお金を取ろうっていう気持ちになれないで、はい、ある程度それは暮らすためのお金はもちろん本当に必要だと思いますし、はい、うん、あのでも、まあ、ある程度でいいかなって、うん、そこはちょっと女性っぽくて、うん、あのいけないところなんですけど、うん、まあ、でも対お客さんでやね、それはお客さんにとってはいいものが安ければそれは一番いいわけですからね。なので世の中にはやっぱりいろいろ隙間はいっぱいあると思いますし、うん、産業ってどん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 出てくるので、はい、今気がついてないだけで今から入れるものはいっぱいあるので、はいはい、ね、なんかちょっと最近、まあ、福岡の人は、ね、知ってますけど、シティ情報福岡ってですね、アナログの雑誌が今度休刊するっていうのが、休刊、あれは結構なんかもうちょっと残念というかですね、あ、ここで最初10年前喋ってもらったんだな、社長は、はい、特にああいった客層が若いやつで、ああいったやつはもうみんなネットに移ってきてますね、はい、で有料じゃなくてタダでああいった雑誌もたくさんあるし、タダで情報たくさんあるし、ちょっとなんか時代の流れを、ね、感じますよね。逆に言ったら、それネットがあんまり得意じゃないという人はですね、どう見てもネットじゃなくてもうアナログでやるしかないような業界か、商品というかですね、そこをこうやるべきですよね。はい、じゃあ、まあ、まだまだいろいろあるかもしれないですけど、じゃあとりあえずここで一旦ですね、終わりまして、まあ、この後交流会でまた飛びつくんですね、いろいろ。ご相談とかも変えてみたらいいかと思います。じゃあもう、水野宮崎社長、どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあもう、実食パーティーに移りますんで、準備をします。ちょっと中2階の方へですね、上がって、移動をお願いします。お疲れです。来られてびっくりした。はい、初めてこういう
交換できていいのかなと思います。ありがとうございました。はい、アイセックス交換です。もしかして学生さんですか、普段は。はい、はい、学生なの時代の関連です。はい、はい、私たちは何をしているかっていうと、学生がですね、海外の企業で、企業とか NGO で研修をして、帰ってくるっていうことのお世話をしています。ですから日本の学生を海外に送り出すっていうことと、海外の学生さんを日本の企業に受け入れるってことの仲介役をしています。で、NPO 法人の人で、九州には福岡委員会、私たちが所属している福岡委員会しかないんですけど、全国に24大学委員会があって、さらに91カ国のネットワークの中で、学生だけが運営しているアイセックメンバーが学生のお世話をするということをしています。はい、わかりました。ということなんで、ね、手出したらダメですよ。はい、どうもありがとうございました。はい、どうぞ出してください。はい、はい、お願いします。こんばんは。こんばんは。はじめまして。役員で、ヘアサロンしてます。ヘアブリッドのウノと言います。何と言ってらいいのか分かりませんが、普通にいろいろお話が聞きたくきました。よろしくお願いします。はい、どうもなさん。坂田正和と言います。どうぞよろしくお願いします。仕事はですね、光職場の施工と営業をやっております。光職場で皆さん、聞かれたことある方手を挙げてください。興味のある方ありがとうございます。非常に分かりづらくてですね、目に見えない薄いベールをかけるような仕事ですので、どのように営業していったらいいだろうかと思いながら、今日この席に、参加させてもらいました。松たか子さんがパナフォームで宣伝されてますが、太陽光発電の後に壁に雨が降ると汚れが落ちると言ってますが、あれが唯一分かりやすい宣伝かなと思います。二石病院のですね、近くのオフィスに事務所を構えております。インベックというところの営業で私動いておりますが、今日はそういうお客様を見つけたいということではなくて、もし興味のある方がおられましたら、一緒にお仕事ができる代理店制度というのがございますので、もしご興味がありましたら、後で名刺交換させてください。どうぞよろしくお願いします。さっき松本さんとがちょっとおっしゃいましたけど、アイセック福岡委員会に所属してます。でもアイセックで今回私が来たのは、アイセックで今年の夏ちょっとしたイベントをしようと思ってて、それでいろんな企業様に協力をお願いしたいと思って来たので、そういう話ができればなと思います。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。こんばんは。サクセスパー福岡のマニュア慶吾です。やすやの早朝勉強会だったりとか、事務所の方で、私どもの事務所の方で勉強会にいらっしゃる茅野さんのご縁で、こちらの方にお伺いすることに初めてお伺いしております。皆様の夢、目標に向かって実現するためのプロデュースをしております。もしよろしければ皆さんぜひお話を聞いてください。よろしくお願いいたします。こんばんは。まあ、ソリー生命の山下です。昼間は硬い仕事をやっておりますけれども、夜は、サルサバンドで、ラテンパーカッションをやっておりまして、7月の16日に外の公園の前にワンウェイオフブロードウェイっていう店があるんですけど、そこでライブをしますので、ぜひ皆さんお越しください。以上でございます。ありがとうございました。皆さんこんばんは。中村博士と言います。病院が給食を作っている、受け売り事業をしている会社に勤めております。ちょっとこういう場で喋るのは非常に苦手です。緊張してるんですけれども、もし皆さん体のこととかでですね、ご心配ありましたら、いい病院さん紹介させていただきますので、どうぞ気軽に声かけてみてください。よろしくお願いします。
これとは広告デザインをやっておりまして、まあ、広告のデザインから印刷の動きまでやっております。今日はいろんな観測、まあ、皆さんどういうことをされているかちょっと話をお伺いしながら勉強したいと思いますので、よろしくお願いします。こんばんは、竹熊と申します。HD コンサルタントという会社を作りまして、知的財産を中心とした経営コンサルタントをやっております。今日は実は静岡からやってまいりまして、なぜこんな遠くまで来たかっていうと、一つは早野さんのご出席が満足でいます。もう一つはなんか どこ探しても静岡にこういう会がないもんですから、一度本場へ来てみて、どういうことになってるのかというのを実際目で見てみようと、目で見たから自分で作れるかどうかはまた別なんですが、ちょっとそういう動機で今日はまあやってまいります。またよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。まだちょっと第3弾ありますけど、まあ一旦ここでまたですね、じっくり名刺交換をさせていただいてください。よろしくお願いします。野球部でいろんなサプリメントを海外に出ておりますけども、そういうサプリメントの原料とは天と地との差があります。月々3000円ぐらいのサプリメントを飲んでもですね、質が全然違いますので効果はありません。うちのマイヤー社は資生堂さんと入部するように、資生堂さんには負けないぐらいの効能がありますので、どうぞ皆様、男性の方も飲んでも肌がツルツルになりますし、女性の方もすごく綺麗に若返りますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、頑張りました。はい、コエンザイム、コエンザイムはね、何でしょうね、よくわかんないです。はい、次、お知らせがある方、お知らせいただきながら、はい、すみません、セルフサービスでいいですか。はい、お願いします。はい、皆さんちょっとお話をやめて、お願いします。はい、はい、ランチェスター経営の伊田と申します。そうですね、ちょっと違った話を、さっき、でかすぎます、すみません。さっき久米さんの方にもちょっと確認したんですけども、カヤノさんの年収は600万だと。はい、そうです。赤字が450万。そんなにも別にいいんですけど。600万という金額、まあサラリーマンでしたら、もしかするとこんだけもらえたらいいかなと思う人もいらっしゃるかもしれませんけども、カヤノさんは実は朝の6時から、夜は、まあ、ベンチャー大学もあって10時まで、22時までですね、1日働いてらっしゃるってことは、1日、何時間ですか、16時間を、多分かやのさんのブログ見てらっしゃる人は分かると思いますけど、日曜日は昼から牧野うどんに行かれるんでお休みということなんで、330日ぐらいはそれをされてらっしゃると。で、まあそれを計算して出すと、日曜日は、まあ、7時間か8時間ぐらいということで計算すると、年間に5000時間働いてらっしゃる。はい、時給はいくらでしょうか、茅野さんの時給は。1年間の5000時間で600万、300円。いや違います。茅野さんの時給は1200円です。なるほど。1200円といえば、まあ、マクドナルドで2年くらい働いたらそれぐらいになるんですかね。というぐらいの、独立開業されて事業をやっていくってなると本当、収入が少ない。でさっき加山さん自分で言われたんですが、赤字がどうのこうのなんですけども、そうですね、思いだけで会社を立ててしまうと、それほど儲からないよと。まあ加山さんとうちの武田社長の共著である儲けのルール
ちゃんとあれを読んで勉強されたらですね、ここの部分がもう一本ぐらいフィットなるんじゃないかなということですね。2年前1600万でしょ、私。あ、2年前は、じゃあ年収、はい、2年前でももっとひどかったですね。朝の4時頃からはいですね、プニュプニュ見てなんかやってらっしゃったりしますね。もう私もオナニーが大好きなんですよ、はい。まあそういう企業家にはならないようにうちに勉強していただけたらというふうに思います。よろしくお願いします。はい、はい、頑張りました。はい、今度のですね、確か、土日かな、今度の土日ですね、ランチェスター経営の上で若手独立、若手社長のですね、勉強会確かやりましたね。武田先生がなんと10時からですね、特別に無料セミナーもついて、それで2万円だっけ、1万4000円、丸2日間ですね。ですから独立企業もしくは仕立ての人、まあ、経営者の人も、まあ、行かれたらいいですね。はい、はい、他にもう何でもお知らせ、はい、お願いします。はい、あー、いいですね、お願いします。皆様こんばんは。こんばんは。今日はあの案内の方を入れさせてもらったと思うんですけども、あの維新の心という勉強会を大学生とか若い20代の方々でやってる、あの代表をしている佐伯孝也と申します。ちょっと維新の心っていう名前は堅苦しい会の名前なんですけども、そういう明治維新の時に若い人たちが深い志を持って頑張ってきた、そういう、まあ、文化をですね、今も大切にして僕たちも若い人で頑張っていこうと、でそういう会を1年前からやってまして、5月の23日の日になりますけども、あの一風堂の川原社長に来ていただいて、あの講演会をやってもらいます。で一応川原社長の方に1時間半喋っていただいて、あとあの九州電力の常務の方も来ていただいて、そういう若きこうなんていうか、こう20代の若者にメッセージということで、まあ、9年の常務はどうでもいいんで、まあ、来なくてもいいです。あ、分かりました。で、まあ一応こういう会をやってまして、6月の22日、次の6月の勉強会では、あの茅野さんの方に来ていただきます。それいいとして、はい、とりあえず、まあ、こういうのやってますんで、ぜひあの皆さん気楽に、当日券もありますので、はい、来てください。よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。あのこれがもう本当、前の一風堂の川原さんの講演を誇ってるやつを聞いた方、あ、少ないですね。ですね、確かこの3年ぐらいの間で聞いた講演の中では、この川原さん今もう絶好調、すごくいいです。商売の基本のノウハウ、考え方、あとは人生のね、今喋らしたら本当もうピカイチですね。たった2000円ですから、これは本当はおすすめします。私も前のここのベンチャー大学の川原さんの講演はですね、50回ぐらいですね、自分が主催していたからすごくいいからもう聞きましたけど、これはぜひ行かれたらいいです。はい、はい、他にお知らせ PR、 はい、お願いします。はい、いいですよ。はい、お願いします。インベックの坂田と申します。先ほどあの光触媒ということでお話ししました。なかなか分かっていただけない部分もありますので、ちょっと今日はあの商品持ってきました。あ、実はこれあの車のですね、フロントガラスにつける商品を作ってみたんですが、あの実はこのステンレスメッシュのところに光触媒の二酸化チタンを焼き付けコーティングしております。タバコを吸われる方あの結構多いかと思うんですが、せっかく車を新車に買い替えたのに、家族はタバコ吸わない、赤ちゃんもいる、ペットもいる、臭くしたくない、自分一人の時は吸いたいけど、翌日には匂いが消えてたらいいなというような時に、これをつけるとですね、ある程度の反応が分かっていただけます。でこれで光触媒というものを体験していただければですね、室内全体に、コンプレッサーを使ってコーティングするという仕事を私ども、ね、やっておりますので、それをやっていただければ、翌日太陽が降り注げば窓際から紫外線が入ってきまして、タバコの匂いが見事に分解してしまう、そういうような技術です。そういうようなあのご興味がありましたらですね、建物の外壁、室内、病院関係、介護関係、ペット関係、いろんなところであのこの技術っていうのは日本生まれの日本育ちの純粋な技術です。こういったものを分かりやすく皆さんにお伝えして、先ほど言いましたように、
私どものお客様としてではなくて、そういこういう分野に利用できないかなというご提案をいただければ、事業代理店という方法もありまして、お仕事としてやっていただけるようなシステムを作っておりますので、ぜひ皆さんで、ね、まだ名刺を交換させていただいてない皆さん多いんですが、茅野様の方にですね、お問い合わせをしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ご視聴いただきます。はい、どうもありがとうございました。はい、はい、他にお知らせ、よし、じゃあライズ株式スクール浅野さん、あ、ちょっと一言。もう今繁盛しすぎてね、あんまり今もう生徒募集があるけど、ライズ株式スクールっていうの知ってる方、おっ、あ、知ってるね。実際今西日本でナンバーのですね、株式の投資で、どうやったら儲かるかっていう学校ですね、スクールを今やってる。まあ怪しくないですね、一応、まあちょっと一言。皆さんこんばんは。こんばんは。ライズ株式スクールといいまして、株の、投資の方法ですね、そういうものを、情報として提供しています。まあおそらく今長者番付等にも、投資信託とか有価証券で億万長者の方もいますが、基本的に、なりません。どうですか、なりません。儲かりません。儲かるのか、はい、ただ一つの手段として、皆さんの銀行に預けるよりは良いとか、また、少しはお金ですね、マネーのことを勉強したいという方がいらっしゃれば、ぜひ、お声掛けていただければと思います。逆に興味がない方は全く興味がありませんから、それはそれで結構でございますし、全く営業活動はあまりしません。ぜひ興味がある方のみですね、お声掛けていただければ、非常にお互いに気持ちよく勉強してほしいかと思いますので、よろしくお願いします。お疲れ様でございました。はい、どうもありがとうございました。というぐらいですね、今もうここも生徒が殺到しててですね、もう満杯状態ですね。あと岩田屋のカルチャースクールでも株式 の勉強の講座持ってて、それも満杯だね。もうそんな感じでね、もうこんなうまくいっていいのかと、そのうち痛い目でもという気、まあわかんないですけど、そんな感じです。あとちょっと私の方からですね、この中にちょっと入れてますけど、実は開封の中に入ってるやずや、やずやのですね、やずやさんの社員が、講師となってやるセミナーをやります。これ実は私も長い付き合いですけど、やずやさんっていうのは今年商今年で400億ぐらいですね。で経常利益も50億はそれは出るぐらいですけども、そのやずやさんがですね、15年前年商6000万なんですね。その時代からずっと今もいる西野さんというですね、人が講師になって、要はやずやがどうやって、成長してきたかっていうのをですね、初めて実務的なことをオープンにするセミナーが今度やります。でこれはね、高いです。3万円します。3万しますけど、特に通信販売とか、ダイレクトマーケティングとかですね、まあなんていうか、まあ、それは置いといて、どうやってやつが大きくなったかというノウハウが知りたい方っていうのはこの中のやつですね。ぜひ参加されたらいいと思います。私もね、参加します。まあ、めったに私1万円以上出ないんですけど、一番話が聞きたかった人なんですよ。6000万からどうやってこう大きくしていたかっていう話が聞けるんで、もしあれだったら、ぜひ参加されてください。それとあとは、実はここで前ですね、講演をしてもらった住宅リフォームのホームテックという会社、知ってる方、ですね、はい、がもしかしたらこの秋にですね、上場します。7年で今年おそらく70億ですね、年商が。経常利益も5億ぐらい出そうなんですけども、独立3ヶ月目でここで講演してもらってですね、そこで出資を呼びかけて30人ぐらいの人が700万、まあ、出資したんですよね。それが実は、今回上場ということで、5万円で出資した人がですね、その5万円が200万になる予定なんで、もう申し訳ないけど、私その株を33株持ってるんですで、あ、安倍さんも100万出資したよね。出資してます。
100万ってことは20株20株だからいくらになるのね。5万が200万になるから、うん、まあいずれにしろ20株で私が33株持ってるんですよ。もし上場したらですね、その年その月のベンチャー大学は入場料をタダにします。タダにするし、あとはね、もうちょっとね、だってまあ、まあ、こういうのは隠せないタイプなんで、ね、あとはね、わからん、もし、うまくいったら6600万もっとうまくいったら1株300万になるかもしれないって言ってたから1億もうだからそんなん持ったら気が狂うからそのうちの、そうね、わからんけど、まあ、500万ぐらいはね、ちょっともうばらまこうかなと、と福岡タワーの上からでもね。まあそれは冗談ですけど、まあいろんな意味でなんていうか歓迎っていうか、なるべく、まあ死ぬまでには全部もう強さ、残さないつもりなんで、まあそういうですね、こう面白い話もですね、このメジャーレンだから出そうなんで。あとは、もう一つ、福寿司本舗の三太郎ですね、寿司の三太郎、高い寿司。ここも一時期大失敗して、大借金抱えてましたけど、空港の弁当とかですね、博多駅では明太子弁当っていうのが、ね、新しくこう当たってましてですね、ここも、まだまだですね、株式上場、十分、さっき帝国データバンクの部長に聞いたら、十分はそのできるということなんで、そこも私ね、250万出資してる。あ、してる、いくらしてる。100万じゃない。だからそこはまあ分からんけど、まあ、100万か1000万ぐらいになるかもしれないですよね。まあまだ分からんですよね。まあこういったところまで行って上場しないっていうケースが9割ぐらいなんで、まあまさに取られた狸の川沿いより今話をずっとしてるんですけど、まあいろんないい話あります。いい話というか、あとはまあ上場しないけど全然全然前回ぐらいここで話してもらったデータ普及センター、壊れたハードディスクのです、ね、データを救出する、藤井社長は今絶好調ですね、去年4、今年6億6億だけど経常利益が 33% 出てるっていうですね、もう絶好調です、ラーメン一風堂も今絶好調、今日朝会った、まあ、さっきの安屋の社長とも朝会いましたけど、もうすごくてですね、ですからこれベンチャー大学関係の周りはですね、まああと言ったら過去のゲストでこの前倒産した人もいるんですけどね。それはもう名前言わないけど、まあいろいろありますけど、なんていうか、まあ、皆さん元気をですね、いろんな人からもらって、ぜひ頑張っていただければなと思います。それとあとはですね、最近ちょっと発見したのがですね、青春っていうのはですね、青春なんとですね、青春っていうのはですね、これは夢かける情熱、いうことをこの前ちょっと発見したんですよ。ですからやっぱり夢をですね常に持って、青春っていうのは一つ夢を持つ、何でもいいから夢を持ってその実現に向けての情熱を燃やし続けることだと、だから年齢は全く関係ないということなんで、ぜひですね皆さんは何でもいいから夢を持ってですね、青春をですね、謳歌して、いきましょうっていうわけで、今日は本当にどうも、ありがとうございました。で、宮崎社長、ちょっと最後に一言、はい、ね、よろしくお願いします。一言。すいません、今日はどうもありがとうございました。この一言でダメですかね。本当どうもありがとうございました。じゃあそれで、まあ、来月まだ予定決まってないですけど、今日参加された方とかにはまたメールとか、案内で、告知をしますので、よろしくお願いします。じゃあどうも、ありがとうございました。